あ、ありがとうございます。今日は、中華そば屋さんの坪木さんに来ています。バリアフリードは、入り口の扉が、扉がある以外、カウンターじゃなくてテーブル、カウンターはなくてテーブルで、椅子もすぐ動かせるので、机に着くまではすごいフラットかなって感じました。トイレの中に、手すりがあってすごい使いやすかったので、立てる方なんかは使いやすいんじゃないかなって感じました。で、あとはあとすごいハマグリラーメンがすごい美味しかった。あっさりしてて美味しかったです。今日はありがとうございました。